第4話。318IS の後は、パワーが欲しくてインプレッサ、WRX にしたり、一回乗ってみたかったアルファロメオ156ツインスパークに乗ってみたり、またスバルに戻って、レガシー、D4、RSK、そしてまたアルファロメオで GTV2.0、V6TD。維持費を考えて、ダイハツ、ブーム、クロスフォート、今では考えられないようなラインナップを、どこ目で手に入れて楽しんでおりました。そんなある日、ふとヤフオクを見ていると E90 の 320i がスタート価格19万円、即決価格25万円で出品されていました。安い。だいたい相場では60万円くらいするから、乗ってみたいんだけど諦めていたのに手が届く金額。いろいろ問題もありそうだけど、とりあえず走れるみたいだし、おいおい直せば大丈夫かな。さあ、どうする？次に続きます。第5話。やらずに後悔するならば、やって後悔した方が良いでしょう。出品されたばかりだけど、いきなり即決、買っちゃいました。世田谷ナンバー、しかもナンバーは320。ボンネットに傷があったり、内装に傷があったりするけど、なかなか綺麗。走りは少し重さを感じるものの、2リッター、170馬力のエンジンに、プラス6速ミッション、バランス良い重量配分で、さすが、駆け抜ける喜び。少し足回りのブッシュが弱い感じはあるものの、がっちりとしたボディ構成に、しなやかな足回りは、さすが BMW。 初めてのグレー系のカラーに、外車とあって、25万円とは思えない、大人のエロさを感じるマシーン。しかし、やはり25万円。セーフティーシステムのエラー表示が常に出たり、エンジンはオイル漏れ。さらにさらに。次に続きます。マトマチャンネル。第6話。それは、東名高速で、渋滞にはまっている時でした。メーターの中に、突如エンジンチェックランプが点灯。エンジンも、明らかに吹け上がりがおかしい。こんなところで止まったら大変。エンジンはおかしいものの、止まるまではいかなかったので、なんとか高速を降りることができ、後日、故障診断機で調べてみると、エラーが2つ。触媒は、中古部品で修理し、4番シリンダーミスファイアは、プラグとか、インジェクターとか変えてみたけど直らず、結局、ダイレクトイグニッションコイルで復活。その後は、ボンネットダンパーを変えたり、セーフティーシステムのエラー表示を消したり、ボンネットの傷を直したりしましたが、結局、車検が近づいてきて、エンジンのオイル漏れまで手がいかず、ヤフオクで売ってしまいました。よく壊れたけど、良い車でした。次に